カーソン国有林は、アメリカ合衆国ニューメキシコ州北部にある国有林。6070平方キロメートルの面積を要しており、米国農務省林野部が管理している。林野部の複合開発政策により、レクリエーション、放牧、資源抽出に利用されている。森林にはかつて古代プエブロ人が居住し、現在ポットクリーク文化遺産と呼ばれる、考古学的遺跡に、 アドベ住居などの遺物を残した。森林のいくつかのエリアは、かつて、スペイン王室とメキシコ政府から入植者に払い下げられた土地であった。米国戦争の後国有林として設立され、アメリカ人開拓者のキットカーソンにちなんで名付けられた。1967年、スペインとメキシコの払い下げ地の回復に取り組む、組織の連邦ランドグラント同盟は、 かつて存在した払い下げ地の共同体を再生しようと企てて、森林内のエコーアンフィシアター付近を占拠したが、占有者らは、キャンプ許可の超過により強制退去させられた。1982年、石油会社のペンゾイル社が、バレビダル地域を寄贈し、森林の面積は405平方キロメートル増大した。ニューメキシコで最も高い山のホイーラー法はここに一致している。 ありがとうございます。